すぐ見ていられないよ。
海津夏祭りに明石の皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。ありがとうございます。私たち、せーの、ルートリーゴッパーです。よろしくお願いします。はい、ということで今から一人ずつ自己紹介をしたいと思います。はい、私がレモンじゃないよと言ったらみかんだよとお願いします。フレッシュに絞ってビタミン C 注入、レモンじゃないよみかんだよ。ありがとうございます。ルート25パのみかんです。よろしくお願いします。みかん。はい、私が地面を蹴ったら皆さん一緒にジャンプをよろしくお願いします。はい、ハッピーラブリーストロベリー、144センチだけどちっちゃくないもん。ありがとうございます。はい、ルート25パピンク担当、いちごタルトです。よろしくお願いします。タルト。はい、私が腕を振り下ろしたら皆さん、あの刀で切られる格好をしてくれたら嬉しいです。はい、短髪派手髪歴史女子、あなたのハートいくよ、一刀両断。はい、ありがとうございます。帰ってきていい。はい、ルート25パ特攻隊長ミルフィーです。よろしくお願いします。はい、そして今日はサクトちゃんのルート25パの研修生、サクトちゃんのデビューライブということで、みんなで一緒にサクトちゃんって呼んだら出てくると思うので、一緒に声出していただけたら嬉しいです。いきますよ、せーの、サクトちゃん。癒しの花を咲かせたいと言ったら、はいって言ってください。はい、はい、はい、癒しビームってやったら、いや、あ、咲きましたって言ってください。癒しビームを出たら咲きました。あの花のポーズかな。はい、はい、電源の花。はい、わかりました。みんなわかったかな。はい、じゃあ行きましょう。はい、みんなに癒しの花を咲かせたい。はい、癒しビーム咲きました。ありがとうございます。ルート25パー研究生のサクトです。よろしくお願いします。サクトちゃん。はい、今日がね、初めてのデビューライブということで、はい、なんか意気込みを聞かせてほしいんですけど、ありますか。めっちゃ緊張してるんですけど、みんなに癒しの花を咲かせるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ2曲はサクトちゃんも入れて4人で歌いたいと思います。それでは聴いてください、ワンダーランド。皆さん一緒に、マシュマロみたいね、キャンパスに
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここで新メンバーの募集をさせていただきたいと思います。今日デビューしたこのファクトちゃんなんですけれども、はい、ルート25パの研究生として今日はねライブに出演しているのですが、はい、ルート25パの姉妹ユニットとして連携という新しいユニットを作ることになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、でその新メンバーを今大募集中でございます。はーい、入りたい人がね、ちょっと無理がある。はい、女の子ねいっぱいいるから、ね、そうだよ、女の子限定になっちゃうんですけど、歌やダンス踊ることが好きだよっていう方やアイドルやってみたいなっていう女の子がいれば、ぜひぜひルート25パでホームページを検索していただいて、そちらから応募していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、それでは次の曲に行きたいと思うんですけど、はい、次の曲は、サビじゃない感想で皆さんのところにハイタッチしに行くので、はい、皆さん一緒にねタッチをして楽しい夏祭りにしたいと思います。はい、それでは聴いてください。才能覚醒ガール。
以上、私たち、せーの、ルータ・ミーゴッド。